はい。ひとつきまわすは清水です、えー。今日はですね、自民党がある意味国政選挙並みに大事にする地方選挙。沖縄県知事選挙。うん、こちらがですね、台風がバンバン来る中ですね。えー、あさって投票日。これがですね、いろんな問題に絡んできています。で、なんでかっていうとですね、うん、沖縄といえば、 我々本州に住んでる人間は必ず覚えとかなければだめなのがやっぱり米軍基地ですよね、うん、で米軍基地、えー、でそしてですねなんで米軍基地がたくさんあるのかとかでさらに言うと、まあ、太平洋戦争の時に、えー、沖縄はどうなったのか、ねえー、これも含めてですねものすごく、まあ、勉強しておかなきゃだめなんですけど、まあ、直近の例で言うとですね自民党はやっぱアメリカさんにね、うん あの靴をぶらぶブぶらぶらぶってなめますんで、うんえー、沖縄県知事はですね自民党系にしたいそう思ってですね、うんえー、崎真敦さんという立候補者をですね、うん、こう出されたわけですよ。でこれ、ですね、うん、崎真敦さんという人はですねなんと、うん、あのとある問題が発覚するまではですね今度は玉木さんに勝ちそうだというふうに言われていたんですよね。うん、現職の玉城さんにですね勝つと いいうぐらいですね、うん、この自民党、公明党がですね候補としてですね押し出したのがこの佐喜眞さん。うん、ですが残念ながら<か>歴史的大敗北を喫しそうなのが佐喜眞さんなんですね。えーうん、なんでかっていうとですねこれでもかというぐらい統一教会とつぶつぶだったんですよ。<laughs> もうこんなお前あの祝電間違えて打っちゃったとかレベルじゃない。うん、で えー、もうなんか台湾の合同結婚式とかにまで行ってですね、うん、8回ぐらいイベントにも参加してですねで、うん、それで言っている言い訳がですね、うん、知らんかった <laughs> いやそれお前、嘘だろうとで本当に知らんかったんてったらそれだけでもう政治家失格やでその次にです、ね、佐喜眞さん、これはですね現場の,の選挙オタクジャーナリストの畠山さんが報告してくれたことなんですけども。うん 統一教会と縁を切りまーすとですねねあの言ったんです、うん、8月2日決起集会、うん、佐喜眞さんね茂木幹事長も来てたんですそこに、うん、そこにでもね統一教会の信者がいたんだってそう意味ねえじゃねえかど <laughs> も誰も信用してねえよっていう <laughs>、うん、で、えー、現職のね玉木さんがですね、えー、これ自民党と戦ってる人ですけども玉木さんはですね 皆さん沖縄に統一教会が入ってきていいんですかって最後に締めてるやつでみんなが「嫌だ!」っていうふうに言ってでこれはもうダブルスコアで玉木さん勝つんじゃないかというふうに言っておりますか。私は甘い、うんうん、これはもうトリプルスコア、うん、フォーススコアフィフススコアいやもう玉木さん,んじゃなくて佐喜眞さんにはですね票が入らないぐらいのですねこれもう徹底的に カルトと付き合った政治家には、NO!「のっていうのを突きつける差をつけてほしい、うん、それぐらいの差をつけないとだってこれ公明党までこう推薦してゃんだよおかしいじゃねいかよお前,お前そこがっかりじゃねえかよ、うん、っていうねことで、うん、今日は今さんがいろんな佐喜眞さんですね統一教会以外のすに傷がありすぎてもうすになくなっちゃったよっていうぐらいの <laughs> 佐喜さんのこの穴を掘りつける。 っていうまあそういう動画ですよね、今日は。うん、そうです。いやー、こもうね<笑><笑>もう一人ですね、<laughs> 下地幹よさんという方が、離婚されてるんですけど、はいはい、この人、なんですか、沖縄県知事選挙なのに、大阪で講演とかしてるんですよね、演説。もう、この人も統一教会絡みだから、でも、なんか、うん、何これ、変じゃねっていう、あの、まあ、でも、この人はね、もう置い,置いといて。置いといてなんだよね。うん、<laughs> 玉木さんと、やっぱ佐喜眞さんの激突なんですよ。 うんいやーそしてさきまさんちょっといくらなんでもこれはつぶつぶすぎるうん米軍統一教会かそれはちょっとどうなのというふうん、無に思うけどなしかもねあの9月11日のこの県知事選と合わせて日本、うん、市長選っていうのはあるんだよねはいあります にもいろんな市長選挙ありますよね沖縄それであのなんと宜野湾宜野湾市長でしょこの人佐久間さんってもともと前ね前ねでだからあの統一教会に関わっているとですね負けるといういい事例をですね沖縄の県知事選挙以外でのあの地方の市長選挙とかでも示すいい機会なんじゃないかなと私は思いますけどねまあそういうわけです間違ってもですね ね、あ統一教会応援したいんだったら崎紀さん入れたらいいと思うんだけども、うん、あのぜひちょっとあの見てほしいなというふうに思いますそれではスタート、うん、はい、えー、フリーライターの根正です、えー、今日はですね、えー、沖縄県知事選というのが9月11日に迫っておりまして、えー、もちろんね、えー、デニー候補僕は応援しているわけですけれども あの、まあ、どちらかというとですね、今回もおそらく大差で勝つとは思うんですが、万が一を考えて、えー、自民党が推しているね、さきま候補あについてちょっと調べてたら、あまりにもこの人面白くて、<laughs> 面白いっていうのは要するに、あの、統一協会とズブズブであることだけではなくてですね、あの、いろんな、あの、よろしくないことを今までされてきたんだなと。で、まあ、その話をね、 あのー、みんなと分かち合いたいと思って今日は動画を撮ることにしました。えー、まあ、さきまさん陣営もね、一生懸命頑張ってらっしゃるけれども、あまりにも統一協会とズブズブなので、あのー、ちょっとお面白すぎるんですよ。ね、こんなにズブズブなのよ、よあのー、立候補したなって、本当に面の皮の厚い人なんやなって思いましたけども。で、まあ、いつもね、見てくれてる、 ひとつき満札の,あの視聴者の皆様は、まあ、僕の眼鏡が変わったことが <laughs> あのお気づきだと思いますけれども、まあ、その辺も、ね、含めて、今日はちょっと楽しんでほしいなと思います。まあ、とりあえずあの、記事を見てください。今から読みます。まずですね、あの自民党の国会議員は、えー、新編調査をやったというニュースがまず、ね、あ,のあります、えー。9月8日にあの茂木さんが幹事長として、 えー、自民党所属の国会議員379人のうち179人が旧統一教会と関係があったと調査結果を発表しました。もうそれ見ただけで、もうほとんどね、半分ぐらいの,あの自民党国会議員はずぶっとるやないけどで、重く受け止めるとか言ってますけども、まあ僕はね、まあ、あの、半分ぐらい、まあ、あの、ずぶってましたよっていうのを 見てですね、<laughs> まだこれかと、本当は過半数言ってるんちゃうのと、だけどあの、ね、安倍さんは少なくとも亡くなってるから、身辺調査されないわけだよね。えー、じゃあ、岸田さんもいろいろ報道出てるけれども、岸田さんにもこれ、あの質問したのかなって言いたくなっちゃいますね。いろいろねあの、本木さんが喋っていましたけれども、あの一応ね、結論としては、 えー、率直に反省をし、今後は旧統一教会と一切関係を持たないことを党内に徹底をしていくと、党内って言ってますね。党内ってことは当然だけれど国会議員だけではなくて、地方にいる、えー、自民党の、えー、政治家さんたちに対しても徹底し,していくって意味ですよね。自民党内ですから。だとしたら、当然だけれども、統一教会とズブズブの えー、地方議会で働いている、まあ、議員さん、市長さん、県知事さんに対しても、自民党員であれば、ですねあのその人たちを徹底の、なんてうかね、関係を持たないように徹底していくというのであれば、当然、これまでにあまりにもズブズブな人だったら、推薦しちゃいけないですよね、茂木さんって僕は言います。で、もう一つね、あの今回、国会議員の自民党員に対して、身、ま、辺、あ、調査をやったと。 いうわけなんだけれども、あの要するに祝電を送ったとかさその、なんだろう、イベントに出席したとか、選挙の支援の依頼をしたとかって8、8点ぐらいのアプローチなんだけど、質問なんだけど、全然足りてないと僕は思いますよ。それでちょっと僕はちったに書いたんだけれども、自民党の、ね、議員ヒアリングに決定的に欠けていた質問っていうのがあるんですよ。で まあこれを多分聞いたら、もっと増えると思います、関係議員というのが。一つは、旧統一教会の信者を議員の秘書に雇ったことはないかと、これはまずあるはずなんですよ。ね。だからまずそれを聞かないと、結局はその議員秘書になると、その自民党代議士の情報っていうのは、えー、統一教会に握られてしまうんですよ。これ、決定的にやばいことなんですよ。まあ、特に国防に関しては。 ね、まずいですよね、防衛大臣なりさ、あの防衛政務官だったりする,するんだったらもう、もう、ダダ漏れですよ。しかも、韓国の宗教団体なんで、韓国の方に情報渡っちゃいますよ、この先生は今日こんなことをやって、ね、あるいはどこかの,あの女の人と何々してたみたいなことも、全部し議員秘書は知ってるわけだから、ね、議員秘書に雇ったことはないかって、まず聞くべきですよ、ね。これなかったでしょ、質問項目に。もう一つ 統一関係のイベントの実行委員をしたことはないかと。祝電を送るとかさ、ね、参加するとかっていうのは生ぬるいんですよ。浅瀬の話なんですよ。もっとズブズブな人は実行委員やってたりするわけよね。ピースロードの実行委員とか。だから実行委員をしたことはないかって聞かなきゃダメですよ。もっと深いんだから。ねで、3番目にね、日韓トンネルに賛同する声明を出した一応、自民党議員ってゴロゴロいるのよ。これさ。 国会マターだよね国会マターっていうのは、国と国との領海、まあ、審判になりかねないわけだから、日韓トンネル作っちゃうと。だから、そういうのってさ、自治体レベルでさ、あのものを、ね、あの進めちゃいけない話ですよ。国レベルで進めなきゃいけない話なんだ、あるいは進めちゃいけない話なんだよね。 だから、日韓トンネルに関して賛同するようなパーティーに出ているとか、それも統一教会の思惑通りの,のアクションになってしまうわけだから、これに賛同する声明を出したことはないかっていうことは聞いてみないとダメでしょうってことですよ。あと4番目、世界日報をね、声明活動費や党費で購読したことのあるのは、東京都議会、自民党がそれをやってたじゃん。だから議員そのものというよりは、各地域の自民党の支部があるよね。 自民党の支部が組織的に世界日報を買ってたっていうのはあるわけだから、そういうところからもさ、議員一人の,あの問題というよりは、自民党の支部がそれをやってるわけだから、そこを聞かないとダメじゃんって話ですよ。それで、ね、僕の、ね、関心事の最も大きいのは、家庭教育支援条例の制定を働きかけたことはって聞くべきなの、なぜかって言ったら、これはまさに統一教会の教えそのものだからです、家庭教育支援条例の中身が。 ね、望ましい親とは何かとかさ、言ってたりするわけよ。ね、もしくはいじめや虐待不登校がさ、家庭を教,育教育を支援すれば治るって言ってんだよ。もう訳がわからないんだよ、それは。そんなエビデンスどこにもないからね、ちなみに。ね、親学の影響も受けてたりするわけだよね。で親学の提唱者の,あの大学の先生っていうのは、ねあの、統一教会のメディアに書いてる人ですからね。 だから、家庭教育支援条例を、ね、今、都道府県47のうち、10個の県と、えー、6つの市町村がすでに採択して、議決してしまってるわけ。で、香川県なんかは、あの県として日本の国の中央政府の方に、えー教育、家庭教育支援法を成立させてくれっていう意見書まで出しちゃったりしてるわけ。これはとんでもないことなんだ。 まあ、細かく言いませんが、まあ、いずれ家庭教育支援条例がいかに恐ろしいかっていう、1本だけで詳しくあの説明する動画も撮りたいと思ってますけども、これを働きかけたいのは全員自民党議員なけ、地方の。ね、だから、これに関してもあの国会議員が絡んでたりするかもしれないわけだよね、地方議員の自民党,員自民、えー、党の代議士を応援するために、国会議員の自民党の。 大議士が何かしら働きかけたことがあるかもしれないわけだから、これも聞かなきゃダメなんだよ。っていうふうにね、あの質問項目を変えると、おそらく過半数の自民党国会議員が、えー、統治協会にズブ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 してたってことが、もっと浮き彫りになると思います。つまり、されたくない質問はしなかったんだよ、自民党の国会議員に対して。本当はこの今挙げたたつをあの聞いてみたら あやってました、やってました、やってました、やってましたやって、ましたって全部5つに丸がついちゃうと思う。そういう人いっぱい出てくると思う。だからそういう深いところでのつながりがない、えー、祝電打ったとかさ、ね、そのレベルの話をあのヒアリングしただけなのよ。めっちゃめっちゃ浅いのさ、自民党の議員ヒアリングなんて。ということを理解する必要がありますよ、皆さんということで、えー、じゃあ沖縄大丈夫かって話なんだけれども、沖縄でね、 一生懸命、あの、なんていうかな、沖縄県知事になりたいということで、まあ、佐喜間さんっていう人が頑張っていらっしゃいますけども、えー、じゃあ、あの、佐喜間さんってどんな人っていうところをちょっとね、読んでみます。もう読めば読むほどね、なんじゃこいつって思いますよ、えー。アジアプレスインターナショナルがね、9月6日に出した記事です。ね、政治え、沖縄政治と金。ね。 いきますよ。えー、2018年、知事選でこれ4年前の知事選ね。えー、自民が異様な金払いなぜ維新に1000万円寄付、えー、先間側への1億円超は使途不明っていう,、ね、もうタイトルからしてもうきな臭くなってるでしょ、えー、政治資金、えー、収支報告書入手、えー、自民党沖縄県支部連合,連合会が、まあ、要するに自民党沖縄県連ですねこれ、えー、2018年の沖縄県知事選挙で不可解な支出寄付を メディア関係企業や他党に対して行っていた。えー、それが政治資金収支報告書で分かったと。で、また今回の沖縄県知事選挙に立候補している佐紀真あ間厚,厚志氏。ね、佐喜間厚志。これも検索してみるとおもろいで、ね。まあいろんなね、あのあ、あれがありますけど、佐喜間厚志ね、順じゃないですね。はい、佐喜間厚志氏。 を2018年の知事選で支援していた政治団体に対する支出も不透明なことが分かった、はいえー、自民党から維新に1000万円寄付の異用、えー、自民党沖縄県、えー、支部連合会、まあ、自民沖縄県連の政治資金収支報告書を見ていると、えー、沖縄県知事選挙のあった 2018年はどう見ても明らかに不可解な支出が目につく、その1番目、本来ならライバル政党であるはずの日本維新の会、沖縄県総本部、維新沖縄本部に、沖縄県知事選挙9月13日告示30日投開票、直前の9月10日に、これ4年前の話ですからね、えー、直前の9月10日に1000万円を寄付しているのだ。んなんで自民党が維新に寄付しとるの まずこの段階で不思議だよね、4年前の沖縄県知事選挙で、自民党が日本維新の会、以下維新の会に佐喜真敦氏への推薦を決めたのは求めたのは8月23日、その直後の27日に自民党の二階幹事長当時と公明党の井上幹事長当時が維新の会の松井一郎代表と会談。 30日には、えー、菅義偉官房長官当時が、えー、維新沖縄本部の事務所を訪れている。そして、維新沖縄本部は同じ30日に佐喜真敦氏に対して推薦状を交付していた。ほう。調べると、自民沖縄県連は2018年以降、この時以外に維新沖縄本部に寄付をしていない。一連の流れから、自民から維新への異様な一万円の寄付は、佐喜真敦氏への、えー、推薦をもらった対価。 とだったと受け取られても仕方なないいのではないか、えー、維新沖縄本部はすでに解散しているため当時の会計責任者であり現在浦添市会議、えー、会議,議員を務めている亀川、えー、正弘氏に対し、えー、浦添市、えー、議会を通して質問状を出したが期日までに回答はなかった、うんえー、上脇弘之神戸大学院大学教授は以下のように指摘した。 自民・沖縄県連が他党である維新・沖縄本部に寄付すること自体が政治的に異常、そして金額が1000万円と高額なのは二重に以上です、さらにその寄付は、維新・沖縄本部が佐喜眞氏に推薦を決めた後、ね、自民から維新への寄付は推薦のお礼であり、事実上の買収だったのではないか、そうでないというのであれば、両党はそれぞれ説明責任を果たす必要がありますと。ね 何なんだこれはってことですよね。で、自民、沖縄県連は佐喜眞氏の支援団体だった沖縄の未来を開く県民の会に対しても2018年の知事選挙の前後に多額の寄付をしている。8月20日に4000万円、31日に3400万円、9月10日に3000万円、えー、10月30日に187万円、えー、合計1億、えー、587万円に上る。なんだこれはってことですよ。 2018年の県民の会の総収入が約1億2373万円なので、その85%が自民、沖縄県連の、えー、からの寄付で賄われていた、えー、さらに驚きなのは、18年度の支出総額約1億1168万円のうち、人件費や事務所などの経常経費が約9205万円に上っている。 えー、政治団体としてその他の団体に区分される佐喜眞氏の支援団体、県民の会は、形状形式や支出の明細の記載および領収書の写しが必要ない、つまり自民、えー、自民沖縄県連からの寄付の大部分が何に使われたかわからないのである、えー、県民の会は2020年に解散しているため、県民の会の代表を務めていた、これは何んて読むのかな、うんあのーかまあ、その方に質問状を送付したけれど、期日までに回答はなかった。 でえー、またさっきの上脇教授が以下のように指摘した、税金が原資の生徒交付金を受け取っている自民党の沖縄県連が、生徒交付金を受け取る資格がなく、使徒の透明度の一番低い政治団体に対して、1億円超もの高額寄付を行い、実際その使徒の詳細がほとんど不明というのは、あまりにも異常すぎますと。そうだよね えー、佐喜真敦の支援団体の県民の会の人権費名目の支出は2019年だと157万円弱で県知事選のあった2018年はその7.4倍の1163万円強もあった知事選における佐喜真候補の運動員に対し県民の会が人権費名目で報酬を払っていたのではないかとの重大なあの運動買収疑惑も生じてしまう、えー、京都では衆参の国,際選挙であ国政選挙で 各立候補者が買収目的で自民党不連を介し、地元の地方議員に金を交付してきたというマネーロンダリング事件が発覚しました。あったね。えー、沖縄県知事選挙ではその手口が県民の会を介し、人件費名目で行われたのではないかそうでないなら、沖縄県,、えー、県連も県民の会も説明責任を果たす必要があります。まあそうだよね。うん。自民、沖縄県連の不可解な支出はまだある。 自民沖縄県立は沖縄県知事選挙の10月3日に5000万円、10月23日に約2787万円、合計7787万円も、えー、沖縄電通に政策関連費用として支払っている。1998年に設立,設立された沖縄電通は、電通グループが42%、沖縄県内メディア、FM 沖縄、沖縄タイムス社、沖縄テレビ、ラジオ沖縄、琉球朝日放送、琉球新報社、えー、琉球放送が58%を出資している。 収支報告書が、えー、公開されている2018年以降に自民、沖縄県連が沖縄電池に支払ったのはこの県知事選挙直後の2回だけ、一体どのような目的のために政策関連費用だったのか、えー、政治資金に詳しいやっぱ、ね、上昭教授は以下のように指摘した、えー、政策関連費用の名目の支出は2018年だけ。 えー、沖縄県知事,、えー、知事選に関連する支出だったのでしょうが、政策関連費用というのは抽象的すぎて具体性に欠けます。その金額が約7787万円というのも高額すぎます。自民・沖縄県では具体的にどのような政策のためにどのような費用の支出だったのか、できるだけ詳細に説明すべきです。まあ、そらそうだよね、えー、自民・沖縄県に対して不可解な支出に対して質問したところ、えー、以下のような回答があった。 ご質問のありました自由民主党、沖縄県連の政治資金につきましては法令に従って適正に処理しております。まあ、いつもこんな回答だよね、えー。地元のメディア7社が出資している沖縄電通に支出していること自体は法律違反ではない。しかし、計7787万円もの多額の支出である。政策関連費用とはいう曖昧な名目ではなく自民党関連県連は内容について説明責任を果たすべきではないかと。まあ、こんな感じでですね。 まあこの佐キマ氏にどの程度お金が流れて、それが何に使われたかさっぱりわからないっていうことが起きてるわけです。はい。しかもね、これすごいよ。えー、アジア,アインターナショナルではね、あの、まだまだしつこく追います。佐キマ氏が講演会にセルフ寄付、しかも法定上限の2倍、えー、虚偽金融罪の疑いと専門家。ね。えー、で、沖縄地事選に行している佐喜眞淳氏の政治団体、 えー、さきまあつし、後援会が法律で決められた寄付上限を超えた寄付を佐き真氏本人から受けていたことが政治資金収支報告書で明らかになった。<laughs> また後援会が開催した新年会は赤字となっており、えー、有権者が参加していれば法律違反になる可能性が高いことも分かった。えー、フリージャーナリストの鈴木裕太さん、素晴らしい仕事してますよ、本当に。 えー、取材を受けて慌てて訂正化。えー、自民党公明党からの推薦で立候補する予定の佐喜真敦氏の政治団体、佐喜敦氏講演会以下講演会は、その他の団体というカテゴリーに分類される政治団体だ。えー、政治資金規制法で定められているその他の政治団体に個人で寄付をできる上限は年間150万円。しかし、えー、佐喜真氏は2019年2月15日に講演会に300万円を,万円を寄付していると政治資金、えー、報告書に記載されていた。 ね、これをあの公表しなきゃいけないからね。後、え、援、ー、会にこの件を質問したところ、規制法に従い、佐喜間敦からの寄付が150万円、貸し付けが150万円あるので、その旨は8月6日付で沖縄県選挙管理委員会に訂正をしましたと回答があった。現在、沖縄県、えー、選挙管理委員会で公開されている後援会の、えー、収支報告書は、8月9日に150万円が佐喜間氏から貸し付けを受けたと訂正されており、よく20年も、 えー、貸し付けが繰り越されていることが確認された。うん、寄付じゃない、貸し付けだと、訂正したと。で、またさっきの上昭教授が出てきます、はい。通常300万円を受領した講演会は、佐増しに領収書を発行するので、講演会が貸し付け金を、うん、寄付金だったと勘違いすれば、えー、領収書を受領した時点で佐増しは講演会の勘違いに気づき、 えー、会計帳簿にも収支報告書にも寄付金が300万円だったと記載するはずがありませんから、そのような勘違いがなされたはずはありません。ね、規制法が禁止する寄付の上限を超える寄付だったと取材を受けたので、慌てて訂正したのでしょう。しかし、貸し付けがなく寄付金が300万円だったのが真実,真実でしょうから、その場の訂正は規制,、えー、規制法違反の虚偽記入罪になりますと。ねはい 講演会は2019年2月14日に新年会を開催。その収入は28万6千円、えー。支出は会場使用料32万1千円、えー。食事代5万6千円の合計37万7千だったと収支報告書には記載されている。計算するとこの新年会は9万、えー、1千円の赤字となる。赤字のパーティーは公選法違反で選挙買収になり <laughs>、禁止されていると。 赤字の新年会について講演会に聞いたところ、総務省の見解によれば、講演団体が行事やあの祭事を開催するにあたって、その開催場所の確保が必要不可欠なものであり、これに要する費用を開催主体である講演団体が負担することは寄付に該当しないとされております。選挙区寄付には当たらない旨を申し添えますと回答があった、えー。講演会を管轄する沖縄県選挙管理委員会は、赤字になったパーティーが違法かどうかを判断する立場にないとした上で、一般論として会場費は事業費に当たるとした。 で、上昭教授がね、言っています、えー。沖縄県戦艦も指摘するように、会場費は事業費に当たるので、パーティー事業を開催したら会場代を含めて赤字になり、主催者の講演会がその赤字分を負担すれば、参加者に、えー、選挙区の者がいたら公選法が禁止する寄付に該当するので、講演会は違法な寄付をしたことになりますときっぱり断言、えー。会場費が寄付にならない場合もありますが、それはパーティー以外の、えー、講演会の総会や会議などを開催した場合、えー、飲食を伴う新年会は、 えー、総会や会議ではなくパーティーなので、えー、会場代を含め赤字になれば公選法違反の寄付になります、えー、総務省が飲食を伴う新年会で赤字になっても会場費を除けば黒字になる寄付にならない旨説明するとは到底思えない、うん、なるほどね法律の控訴時効は3年なのでもう事件化されることはないしかし佐喜間氏が沖縄県知事選挙に立候補を表明している以上政治と金も有権者に問われてしかるべき当然ですねはい そしてマグツーニュース、もうこれぞずぶずぶ、沖縄県知事候補と統一協会、隠しきれないっていうね、<laughs> あまあそうだよね、この人、もうね、もうどんどんちょっと記事読みますね、えー、沖縄知事選で現職の、えー、玉城デニー知事に保守派の新家お2人が挑む選挙戦、えー、その保守派候補2人ともが旧統一協会との朝からの関係を指摘される事態となっている、えー、っていうことですね。 まあもう悲しくなってきましたね、佐喜眞さんね、はいえーと。今回の知事選は別の意味でも現、えー、現代のアメリカ追従の自民党政権の実態を象徴しています。それは共産立民、社民、えー、社代、えー、ニヌファブ、えーパ氏、令和推薦の現職、玉城レニー氏以外の2人の候補、えー、自民公明推薦の、えー、前議論案市長の佐喜眞敦氏、えー、と、えー、前、えー、衆議院議員の下地美希夫 どちらも旧統一協会にべったりだからだと。でね。ああ、もうすごいもう頭痛くなってくるあの、ズブズブな話を今からしていきます。これはね。例えば自民と公明が推薦する、佐き真厚氏の場合は、 ギ、えー、ノワン市長だった2017年3月26日、ギノワン市で旧統一協会の関連組織、平和大使協議会の日韓トンネル推進沖縄県民会議の結成大会を開催し、複数の自民党県議らと一緒に出席してます。はい、2019年7月15日には、えー、これ、豊見城市っていうものかな。えー、と、えーと,えー、と、わからないものはすぐね。お、おいしょ。うん、おいしょ。 うん、トミグス,グスクってことか。んそうだね。トミグスク。えー、死で、えー、で、開催された旧統治教会の平和と家庭の祭典に来賓として出席。お祝いのスピーチまでしていると、えー。2019年9月後半には、ギノン市議会の保守系の市議だと台湾へ渡航。平和大使協議会を視察。<laughs> もう視察しとるやん。 9月29日に、えー、東桃園市で開催された旧統一協会の合同結婚式にも出席。合同結婚式では、新郎新婦が長さ1メートルほどの桃源棒と呼ばれる木製の棒でお互いの尻を叩き合う変態な儀式が行われました。この日は、 えー、既婚の信者カップルを集めた、祝福式も行われたのですが、さきましは来賓としてステージに上がり、素晴らしいです私も非常に感動しておりますと称賛のスピーチ、えー。2019年11月には、旧統一教会の関連団体の人物が沖縄市で行った、えー、同性婚を批判する講演会に出席。えー、また2020年1月、えー1、1月5日には、旧統一教会の沖縄代表者が講師を務める家庭講演会。 に複数の自民党議員とあの誘い合わせて出席、そして6日後の1月11日には、えー、豊ス市で、ねこれえー、旧統一教会の、えー、徳野英二会長を迎えた講演会が開催され、この講演会に出席してお祝いのスピーチ、まままだまだいきますね、えー、2020年2月3日から5日にかけては、安倍晋三元首相のビデオメッセージで知られるようになった旧統一教会の関連組織、えー、天中平和連合 UPF の大型イベントにも参加。 えー、さきましは韓国の紅葉市で開催された UPF のワールドサミット2020にわざわざ日本から参加したのです。はい。これをズブズブと言わず何をズブズブと言うんでしょうか。うん。いや、もうこれ読んでいくうちに頭おかしくなりそうですけれどもね。なんじゃこりゃなんですけどね。もうどんどん次行きます。もうね。はい。で、えー、この人すごいですよ。 ね、もう、あのー、赤旗に書かれちゃってます。関連行事、沖縄知事選挙の先増しは8回も、あのー、関連イベントに出ちゃってるよと。はい、もっといきます、はい。これはね、あのー、さっき言ったその台湾に、ねあのー、行きましたよって話ですね。もう逐一ね、赤旗はこれを、ね、追いかけてるんですよ。うんね でね、その割に、ね、先喜眞っていうのは反社会団体行事不参加をと佐喜にてで定義していたっていうのがあるんだってね、えー、沖縄県内で統一協会による被害の相談などに取り組む組織が2020年1月、だから2年前だね、えー、先増眞、えー、に対して協会は反社的な団,団,団体だから関係の行事に参加しないよう呼びかける文書を送っていたと。 ところが、佐きま氏は、この文書の送付以降も繰り返し、えー、統一教会関連団体の行事に出席していた。うん、なのであの、統一教会の行事という認識がなかったとする、えー、佐きま氏のこうした弁明は通用しませんと言ってるわけですね。はい。まあ、そりゃそうだよね。はい。で、しかもね、この、あの皆さんご存知だと思いますけど、 のね、国際商協連合というのがありまして、これは統一協会の政治団体でございます。はい、商協連合は辺野古移設推進用と言っておりまして、だから沖縄知事選では4年前から、まあ、あの先増しを推しているわけですね、はいで。しかもね、これ、赤旗がね、なかなかクールだなと思うのは、あの商協連合の機関紙っていうのがあります。思、えー、思想想新新聞聞と言います。す、え、そ、ー、それでその思想新聞にでのにね、あの 佐喜氏の勝利がじ、あのー、辺野古新基地推進、えー、の絶好のチャンスであるとっていうふうに呼びかけているわけだ。小、う、共、ん、連合は現在もホームページで辺野古新,新基地、えー、建設反対に対し、日米安保条約を破棄せよということになってしまいますよと推進の姿勢を明らかにしていると。で佐喜氏は2019年7月から、えー、21年、えー、4月にかけて、 えー、統一協会や関連団体が開催した行事に計9回出席していると。もう、そうなんだ。8回道路じゃなかった。9回だったと。うん、で、あのー、県知事選でも自民公明の推薦で立候補し、辺野古、えー、新基地建設容認を表明していると。いうわけですね。はい。それでね、びっくりする。あのー、<laughs> 普通の一般的な教養のある人が聞いたらびっくりする。 話なんですけど、赤旗ちゃんとこの記事も書いてて、僕素晴らしいと思いました。発達障害は親のせいって言ってるのが親学っていうものなんですけど、その親学をこの佐喜真前議論案市長が推進の先頭に立ってきたんだと言ってるわけね。えー、ね、えー、佐喜真は、えー、発達障害は親のせいなどと特異な考えに基づいた子育てを実践する親学推進の先頭に立ってきた人物ですと。 えー、選挙政策で女性活躍、多様性尊重などを掲げているが、親学は子育ての責任が家庭にあるとし、特に母親にその負担を押し付けた戦前の過不調性的な家族ジェンダー、うんえー、っと家族ジェンダーの勘によって成り立っており、その対極にあります。ね、親学の提唱者は、会見右翼団体日本会議の元政策委員、高橋志郎元 えー、これ何だ明,明星大学っていうのかなの先生だと、えー。教授だと。で、子供が幼いうちは母親が家にいて愛情を注いで子育てしないと脳の発達うう、うわ、すごいこと言ってるよ。脳の発達に影響を及ぼすという主張を理論の根幹に据えていると。えー、もう訳が分からないよ。うん、えー。赤ちゃんは子守歌を聴かせて、えー、なんだ もう親学のことを考えると、僕も頭がおかしくなってきますけども、えっ、ー、と、ちょっと待ってね。よいしょ。うん。うん。もうちょっとね、ちょっと親学についてあの、ゆっくり読みますね。えー、親学の提唱者は、会見右翼団体日本会議の元政策委員。 の高橋志郎教授です、はい、子どもが幼いうちは母親が家にいて愛情を注いで子育てしないと脳の発達に影響を及ぼすという主張が理論の根幹にあります赤ちゃんは子守唄を聞かせ母乳で育てることなどを提言親学の推進をめぐっては2012年だ10年前だね自民公明両党などの国会議員で作る議員連盟設立当時の会長は安倍,元安倍晋三元首相が発足。 沖縄県親学推進議員連盟の発足は、統一協会系の日刊誌、世界日報、えー。世界日報で、によると、2011年だから、これは、えー、なんだ、えー、11年前か。えー、6月11日、えー、同26日付の世界日報は、親学の議,議連発足は沖縄が全国初とし、おそうなんだ。<laughs> 親学の議連発、議連、ね、あのー、議員連盟ね。 の発足は沖縄が全国初なんだとで自民党県議だった佐喜真氏が会長に就任したと報じているとえ佐喜真氏は議連発足後の同志のインタビューでえ離婚率の高さや深夜型社会による沖縄の劣悪な子育て環境に言及え一方、それらの社会的要因となっている貧困問題には触れずえ悪い伝統、習慣を改善する必要がある一番の原点は家庭で次に、えー、地域、社会、学校が来ると強調 親が変わることで子供が変わるとして伝統的子育てへの回帰を含め親学について語りましたえ女性に子育ての過大な負担を強いることを理想とする復古的なジェンダー感を持ち多様性ではなく確立性を押し付ける親学は長年大きな批判を呼んできました疑念とは別に提唱者の高橋氏らによる親学推進協会がありましたが今年になって解散しかし NPO 法人の設立を予定し親学推進を図っていくとしています えー、本市は先喜眞の事務所に、沖縄県親学推進議連設立と会長の就任の経緯や同議連が今も存在しているのかどうかについて質問し,てしましたが、回答はありませんでした。まあそうだろうね、ただね、僕怖いのは、こういう今回は沖縄県実選の話をしているけれども、例えば同じね、あの日に9月11日に,11日にですね、宜野湾市市長選挙もあるんですよ。 それで、この松川正則さんという、ね、現職の議論案主張がまた出るんですけれども、この松川正則さんという人もですね、あのー、この佐喜真さんと仲がいい人なんですね、うんで。1期目就任後に容認を明言した松川氏は、移設を前提に普天馬の返還の道,道筋をつけると主張すると。うん で、移設を容認し、知事,知事選に立候補している佐喜真氏が駆けつけたと、もう事務所にねと。で、松川市長とタッグを組んで取り組むと訴えた。っていうわけですから、この松川さんっていう人も、まあ、議能案市長選で、えー、勝ってしまえば、統一教会の,あの教えがですね、議能案市の中にもっと広まるってことなんですね。はい でね沖縄タイムズは一応やっぱり新聞社としてね、あの県内の政治家の、まあ、洗い出しやったわけです。ね、ど,どれだけ旧統一教会と絡んでいるのかと、うん。で、やってみたら、沖縄タイムス社の調べによると、えー、沖縄県関係国、国会議員と県議、県内市町村長、えー、98人にアンケートを実施したら、 えー、いずれも保守系の国会議員1人、県議4人、市町村長2人の計7人が過去に旧統一教会関連団体から選挙で支援を受けていたと、えー、回答があったと。はい、もう一つね、琉球新報というのがありますね、沖縄には。そうするとねあの、琉球新報も独自に調べてみたわけですね。でそうすると、 えー、沖縄県内全市町村長41人のうち3人が旧統一協会系団体が主催するイベントや集会に出席したり、選挙協力を受けたりするなど接点があったと。わかったと。接点があったのは、えーく,わえー、くわえ、え、これ、朝さちおっていうのかな。くえさちさんっていうのか。うん。えさちさん。うん、えー。沖縄市長ですよ。 中村正人市長で新垣康博、えー、八重瀬町町の3市、いずれも選挙戦では自民党などの推薦を受けていた。はい。って考えるとね、どれだけ自民党がズブズブなのか、皆さんお分かりだと思います、はい。はい、もうこれでね、やっぱり沖縄の話を今日はしたけれども、あの、あなたの町でもですね、 まあ、町長選挙町議、町議会選挙、あるいは市,長あの市議会選挙、市長選挙、県知事選挙とか、まあ、いろいろ県議会選挙とか、いろいろあると思います、地方の,あの選挙、ちょこちょこね、あの始まってるんで,で。そこでですね、あのまあ、いろんな、ね、あの候補者の名前プラス統一教会で検索してみてほしいです。すすででに、えー、地元のの新聞がですね、えー、統一教会絡みの あの調査をやってるんで、あれ、今度また出る立候補をしてるあの人って、統一教会ズブな人じゃん、ズブズブじゃんっていう風のが分かったら、その人に票を入れてはいけません、はいなぜかって言ったら、統一教会に選挙でお,あのお世話になれば、統一教会の教えを、えー、政策に反映してしまっているからです、えー、なんでそんなことが言えんのって僕が聞かれるかもしれないけれども、それは日韓トンネルの、えー進,みえー、進めてきた市議会もあれば。 ね、あのさっき言った家庭教育支援条例という形で、えー、統一教会の教典そのものを、えー、条例化してきたああの町もある、ね、他にもいろいろあります、だから結局はあの、条例や法律の形に落とし込む形で、統一教会の教えが少しずつ日本に浸透しているんですよ。で浸透しているけれども、パッと見だとその条例を読んだだけじゃ分からないという書き方になっているわけ。 ね、やっぱりこれね、なんだろうなあの、法律とか条例が分かるというよりは、その文章を具体的に噛み砕いて考えてみるっていうような作業をしないと分かりにくいと思います、特に家庭教育支援条例は、わあ、子育て助けてくれるのね、ありがとうみたいにね、すごいなんか、えー、イノセントに考えてしまう人も一部いるわけですよ、だからいいんじゃねみたいな形ですって議会を通ってしまうわけ。 でそうすると、えー、理想的な親とはこれですっていう定義がもうすでにされているので、そうじゃない親はダメ親なんだっていうふうに、えー、一義的にですね、親御さんがさ査定されてしまったりとか、うん、あるいはもう、なんていうか、子供を産まない人、まあ、それ女性はもちろんのこと、えーまあ、例えば1人で暮らしている、結婚しない人とかは、もうそれは価値がないんだっていうような価値観になってしまったりして、内心の自由を非常に侵されるわけですよ、そういうことが。 条例や法律になってしまうとねだから、非常に恐ろしいことがすでに始まっちゃっているし、それはもう全国津々浦々であの、なんていうか、うご,うご,うごめいていることなので、あのいやもう統一教会の教えをねまんま反映させるようなことはないよって思ってる人がいたとしたら、ああのそんなことはないんだよと。ね 実際にはいろんなところでね、あの皆さんが思うよりも、もっと戦略的にというか、もっと賢いやり方で、皆さんの気持ちが、えー、なんていうかな、穏やかなうちにすって条例や法律の中に、えー、統治協会の教えが、うん、組み込まれてしまう、しかもそれはすごく保守的な議員の考え方に近いものだから、まあ余計に自民党はね、保守系だからね、えー、どうしてもあのなんていうんだろう。 えー、自民、あの統一教会との縁はなかなか切りにくい。何しろ政策があの同じだから応援して、あのお互いにねあの、仲良くなってきたっていうことは何人もの議員が言ってることだからね。なので、皆さんね、あの今回の沖縄あの、おそらくあのデニーさん勝つに決まってるわけだけど、あのこんなにおかしなあの <laughs> 佐喜真さんみたいな人もいる,いるっていうのは、沖縄だけの話じゃないんだと思ってください。あなたの街にも、 いますよ。これ、佐喜眞さんみたいな人は。ということで、ぜひぜひね、あの、調べてみてください。あの、まさかうちの町にそんな奴いねえよなと思ってたら、い,いますから、一人ぐらいは。まあ、ぜひね、自分の市とか、県とかで、ちょっと調べてみてください。統治教会の魔の手っていうのは意外と近いところにいますよ、ということです。ということでですね、僕のこのメガネの感想も含めて、コメントやチャット欄に書いてくださいね。 ということで、あと沖縄でね、レニーさんを応援するためにも、この動画をぜひ皆さん、あの、拡散しまくってくれるとありがたいです。万が一、佐喜真さんが、県知事になった日には、もう沖縄はもう宗教汚染されまくります、この後か。ね、だから、負けるわけにいかないんだよ、あの、玉木さんは。ということで、皆さん、あの、拡散よろしくです。お願いします。というわけで、えー、間違っても、佐喜真さんにはね、いや、統一教会を応援してるんだと。 言うんであれば入れたらいいと思うんですけどもさすがにそれはやばくねえかと、まあ、思うので、うん、え今日動画を撮ったんですがもう一個ちょっと皆さんにお知らせしたいことがあってですね、うん、え清水優子が、えーうん、動画千日い放業を挑戦中だったという事実をですね、うん、アンケート取ったら半分の人が知らない、うんはい、でそしてこれないね動画千日い放業というのはですねもともと千日い放業というのが比叡山でありまして。 そうですね、うん、あのどういうことかというと1日何十キロと1,000、ね、日走り続けてです緊、ね、急、うん、1>, 1周分走り続けるねもうあれ歩いてることになってるけどもう早足なんでね、うん、でそれをにリスペクトしてですね <laughs> <笑><笑>はいあの1日4本から7本の動画を1,000、ね、日間上げ続けるという行に、うん、実は勝手に挑戦しておりました、うん、でそれでですねそれがなんと10月末に 来るんですよ、皆さんで、果たして1000日達成して清水さんは動画の更新をやめるのかお<ー>それはですねスポンサーの皆様に関わっております視聴者の皆さんっていう、ね、スポンサーというのは、ですねうちは電通みたいにです、ね、特定のところに応援されてるわけではない皆さんなんですよ。 でお金がない場合ですね温かいコメントを書いてくれるとそれだけでああ、俺ももうちょっと頑張ろうかなっていう気持ちになりますんでぜひ、ね、あのお金も欲しいし温かいコメントも欲しいし最近、目がよくなかった k o さんねちょっと良くなってきたけどメガネも新調してですねメガネカンパも募集してるんですもうこれは動画性に近い方が全く関係ないんですけども。 というわけでえ、チャンネル登録といいでよろしくね <laughs> 今日も読書それでは